7月8日月曜日、今年4月に行われた市議会議員一般選挙で選出された議員による大津市議会ミッションロードマップ2019の策定に向けて、3回目の政策検討会議が開催されました。大津市議会では、前任期である平成27年から議会改革、政策立案の実行テーマや工程を定めた議会版実行計画、大津市議会ミッションロードマップを策定し、取り組みを進めています。この日は、前期からの申し送り事項などについて持ち越されていた方向性を確認し、実行テーマの選定に向けて協議し、テーマの絞り込みを行いました。各会派から提案された若者の議会への関心と投票率向上の仕組み作りなどの20の政策立案や、広報の在り方検証などの9の議会改革、合わせて29のテーマをどのように整理し、ミッションロードマップに組み込んでいくかについて、政府座長から実行テーマの選定案が示され、活発な意見交換が行われました。次回の政策検討会議では、今会議で話し合われた内容を踏まえ、政府座長が作成するミッションロードマップ実行テーマ案について協議が行われる予定です。